てかうどんで思い出したわ。うち琴音ちゃんからなんかうどん届いて、なんかうどんあげるって言われてうどん食べたんよね。ここ2日間めちゃめちゃなんかめっちゃいいうどんなんよ。めっちゃ美味しいんよ。なんかそのうどんがね、なんか4つぐらい届いたんだけど、なんかマジで琴音ちゃんお母さんみたいでさ、なんかすごい事細かにさ、なんか卵が入ってるやつはみたいな、あの冷凍したらダメだから、なんか卵だけどうやらこうやらとか言って、で残りのやつはもうすぐ食べへんのやったら、あの冷凍庫に入れてあれしときやみたいなさなんかわかる、お母さんがなんか仕送りで食べ物を送ってきて、なんか一個一個をさこう説明してくれるみたいな、これは冷凍庫で、これは冷蔵庫で、これは何日まで食べないけんくてみたいなさ、めっちゃ説明してくれてさ、ほんとなんか温かいお母さんママってなってた。うちでなんかそのうどんがなんかちょっとなんか鍋焼きうどんっぽい感じのやつなんだけど、なんかより一層温かみを感じてしまってさ、なんかすごいうどん食べながらさ、夜中に食べとったんだけどさうまいと思ってうまいうどんと思って、ことねーと思いながら食べた。めちゃめちゃ美味しかったけどね。神様のうどん感謝。いやそうよ、琴音ちゃんって神様じゃん。なんかうどんの神様だったのかなんてえ、うどんの神と思って。うどんって美味しいよね。しかもなんか夜中に食べるあの鍋焼きうどんが大好きなんよ。うちもう普通のラーメンと違うんだよね。鍋焼きうどんじゃなきゃダメなんよ。お父さんとお母さんできてよかったねって。お父さん誰、まあ、お母さん琴音ちゃんだとしてお父さん誰なのめっちゃ気になるうどんの神様かっこ歌がうまい。あ、まつりちゃんがお父さんなのなんでお父さんパパ活から入ってる。そのお父さんってもしかしてもしかしてパパ活を連想してお父さんになってる。まつりちゃんは、まあ、確かにパパとママからいろいろなんか授けられたな。パパからは服やら、まあ、食べ物もそうだけどいろいろ授かったし、ママからはうどん授かったし、その家族のペットになりたいうちペット禁止だったんだよね。ペットめちゃめちゃ飼いたかったんだけど